はい、こんにちは。雑談オ t s o です。最、ま、近、あ、よくね、ファイヤー達成のためにとか、ファイア達成するためにはとかね、えー、ファイヤーとはとかね、えー、こうやったらファイア達成できるよとか、まあいろんなこと言う人い,いるんですけど、正直90%は間違ってます。えっと、その理由としては、あの例えばね、月にね、あのー、 3万円ね、えー、投資してね、えぇ、ー、f i 達成するとかね、そんな無理で、無理ですから、<laughs> どう考えても、あのー、いるんですよ、そういう変なね、無理な、無理なのに、そ,れそういうこと言う人い,いるし、あと、高い情報商材売ったりとか、あと、そうだな、えっと、 えっと、f i r を自分が達成していないにもかかわらず、人にファイヤーの達成の仕方を教えている人とかあの、まず自分が達成してから言えよっていう話なんですよ。で、あの、ファイヤー達成するためには、えー、について言ってる人、大体ね、間違ってます。だから、あんまり信じても意味ないです。えー、例えばね、 ファイヤーを何歳ぐらいで達成しようかっていうかん、あの目標によってもそのレベルが変わってきます。例えば僕みたいに30代で達成ってなると相当難易度高いです。もう月にね、15万ぐらい余裕で、あの、貯金とか、えー、金融資産に15万ぐらい回せる人であればファイヤー達成できます。 ただ、そうじゃなかったら無理ですよ。うん。最低15万じゃない金融資産に、まあ、投資できる人。で、まあ、まあ、金融資産以外もある、あるけど、自分で起業してね、会社を大きくするとか、いろんなことあるけど、まあね、なかなか難しいと思いますよ。30代で、俺みたいに達成するのは。 で、もう僕ね、もうその、達成者だから、もうなんか、正直働かなくていいわけですよ。でも、まあなんか働かないと、なんか、なんか病んでくるし、病んでくる。一番病んでくるんだよ、働かないと。なんか、何もしなくていいってなると、人って病んできます。で、もうなんか、もうなんか、 なんだろうな、昼寝て、朝、あの夜起きて、ゲームばっかりして、てねそういう生活になっちゃうんで、あの仕事はした方がいいです。ただ、もうね、あの、ぶっちゃけしなくても生きていけるし、えー、なんか田舎でね、自分の実家の田舎で暮らしたいなとか、正直そう思ってますよ。うん。 ただ子供がいるからね、あの、都会の方がやっぱり教育環境がいいから、都会に住みたいところも反面あります。まあ、ただ僕が全部勉強を教えてあげてもいいんだけどね。田舎に住んで。まあ、そういうのも全然ありかなって思います。で、ファイヤー達成するためにどうしたらいいかってみんな気になると思うんですよ。30代達成するためには、 まあ最低でも毎月15万はあのー、残す残さないといけない。で、それからそれを使ってえっと株式投資であったり、えっとまあ投資信託もいいんだけど、投資信託 より株の方が増えやすいから、まあどちらでもいいんだけど、まあ、最低15万は積み立てていくと。あと、そうだね、あと何がいるかなあと節約とかね。あのー、みんなね、なんかお金持ちっていっぱい物を買っていいとこに住んで、あのーうん、いい生活してるみたいな思うんだけど、あんまり違う。正直ね、節約をたくさんしていくと。 いうことが基本になります。なので、まあ、節約大切にしてください。あと、えー、そうだなぁ、まあ、あんまり外食をしないとかね、飲み会に行かないとか、あの飲み会ほど無駄なものはないんですよ。これ、僕、いつも言ってるんですけど、飲み会行くやつって、ほんとバカ。あの、本当にバカなんだよね。結構ね、いるんだよ、上にも。えっと、 上の方の人にもね、あの、なんていうの、飲みにケーションみたいな、なんか、飲むことでコミュニケーションを取るみたいな人いっぱいいるんだけど、まあ間違ってますよ。マジで無駄。金を無駄に使ってるだけなのに、なんかね、飲み会をやることがなんかいいみたいな思ってるんだけど、時間も金もね、無駄にしたくないんですよ、俺は。だから飲み会に絶対行かないんですよ。ほぼ行かない。 絶対行かないですよ。もう行きたくないもん。無駄だから。すべてが無駄なんで、無駄なことをするっていうのは一番ね、あのー、パフォーマンス悪くなるんで、えー、っと、無駄なことはしません。はい。ということで、まあ、この辺で今日は許してください。最後までご視聴ありがとうございました。